静まりなさい。なんぞ神々の子らよ。そして聞くがいい。始まりの物語を。すべては闇だった。そこには砂もなく海もなく大地も空も風もなかった。一片の草すらも。ある時空虚な裂け目で炎と氷がぶつかった。叫びの内より原初の巨人が生まれた。その名はユミルという。気高きユミルは無残に殺され、その骨と血と肉、あらゆる部位からこの世界が作られた。人が歩み戦を繰り広げる世界。小さな戦士、行け。さあ、あれが王だ。いや、しかし、さあ、エイム、腕輪はあったか。よし、計画はこれだ。俺は王と申す。お前は忍びを取り、それで王をびっくりさせる。そしてこう、それから王の目を見てこういう、ステルビョルン王、我らのために愛と友情によるトワの結束をやってくれるか。うん、よし、いいか、お前が我らを束ねる紐になる。俺はそのことが誇らしいな。待て、オラフ、しっかりしろ。我が剣は血を求めている。いつでも戦うぞ。気のいい人たちを家に迎えられてよかった。おい、酒はどうしたんだ。よし、取ってきてやるよ。ダメ、王に贈り物があるんだ。おお、やるな。こいつは頑丈な船2隻分だ。貸しな、渡しとく。自分でやるからいい、シグルド。好きにしろ。酒は取ってやらないぞ。他の魔法は俺の血に宿る。腕輪は？よし、それは北の谷の戦いでおじいさんがはめていた。母さん。何？シグルドに昨日作った積石見せてもいい？いい考え。なら明日の朝はまずそれね。うわぁ！贈り物を渡して。
エイバル、待て。コール！我らの民に愛と友情による永遠の結束を。ありがとう、エイボル。これから先もお前と共に。語れ王の間で言葉は風に掲げ歌えよ栄光導けバルキリー戦士をバルハラへ
るデータストリームがなぜか同じ DNA で二重になってるわ。直すか引っ張り出して。フィルターで解析してみる。ちょっと待って。よし、これでいい。本当に？まだ原因はわからないけど対処できる。どちらかを選べば安定するわ。でなきゃシグナルの強度に基づいてアニムスにアイデンティティを調整させるか。どうする？それじゃあロックして進めるわ。このストリームがさらにシンクロする時代へ。